はい、ミルクさん、こんにちは。えー、同盟内バトルです、えー。前衛がブリムストーン。マナスピード普通で、えー、青に対して強くなる、えー、フィエンド使いです。ファーディナンドがめちゃくちゃ硬くて、ハルタがミニオン使い。ラオフーがマナ速アタッカーで、クッキーが、えー、ミニオン使い。 えー、こちらは相手が、えー、まず赤2体ということで青単色でミニオン使いに対してスカジ作戦ですはいきます、えー、ブリームストーンがいることを踏まえて、えー、青単色にしましたえらい読み込み長いなはいおお 青ダイヤ作りますよね。はい、えー、ブリムストーンスキル発動されることなく、えー、倒され、倒せてよかったです。このままクッキーいけそうですね。えー、キリルで相手の防御力下げて、クランパス使って、スカジ使って。えー、それでは、えー、ファーディナンドよりも、 ハルダに対して、えー、ジラックを使いはい、えー、大穴が開いたんで、えー、盤面整理していきます、えー、穴を使って、えー、空打ちでマナためて、えー、スキルで、えー、ファーディナンドを倒してしまいたいです、えー、ファーディナンドはまだマナが溜まっていない えー、青を一歩近づけて愛の使うだけ使っておいて青から打ちでマナー貯めて、はい <coughs> えー、青を下ろしてなんとかから、えー、打ちでマナーを貯めたいそれではファーディナンドが あと1ターン、一ターン待ちましょうか。はいえ、防御力下げて、こちら攻撃力上げて、スカジ使って、ジラック使って、1手目で青ダイヤが作れるのは良すぎたんで、もう一回いきます。はい、いきまーす。 えー、それでは右に青がある真ん中に、えー、青を呼び込みたい、えー。連鎖で盤面整理をしていきたいけれどいいところを見つけらんない。紫竜を作るか。とりあえずたくさん消して盤面に青を呼び込みたい。なんと、 とか盤面に青を呼び込みたい。えー、ブリムストーンにスキルを発動されても、えー、青単色で良かったなと思いたい。はい、えー、相手は青に対する防御力が3ターン上がっています。ってことを踏まえて。 何、えー、とか青を呼び込みたい。1ターン、えー。全員が青に対する防御力が上がっている。2ターン。ファーディナンドも発動した。えー、3ターン。 えー、キリルが行ったとりあえずタテさん行ってみましょうか、えー、回復役2人いった、えー、ではなんとか真ん中に、えー、ソウルコネクトが働いているけれども真ん中に青が欲しい もう勝ちは無理ですねえー、最後の一手ここに青を振ってこいはいえー、単色なんで盤面に大きく左右されますえー、2戦目敗北ですラスト 青の位置を変えてここに緑が降ってきてくれたら連鎖で青龍作れんのにな緑を振ってこの緑を持っていくことできないんで緑を振ってこい え、連鎖で青を消してクッキー倒せるかなそれでは相手が青に対して強くなる前に、もうえ青の玉当てときましょうか。はい、それでは、え、キリル使って、クランパス使って、え、ファーディナンドを倒したいえスカジを使って、 えー、ジラック使って。えー、あとはフロストダメージで倒しましょうか。はい、ありがとうございました。